ちょうど豊かな。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。お邪魔します。よろしくお願いします。数少ないもん、大丈夫でしたもんね。そうですね。こんな感じかな。今日もライブ一本やったんで、あとは一晩お任せします。じゃあ本番よろしくお願いします。いちさん、あんなしょっぱうまかったんじゃないと思う。ウィンキーウィンキー、こでもケンケンみたいになってみようかな。そうそう、真剣バレの音出てたから。声がいい、声がいい。えい、いいよな。あれね、どっかで、ね、俺全然ドーパンって鼻で笑っちゃうけど、今日かっこよかったって言われた。そんな悪口って言わないよ。それが多分最後。じゃあ、そうだよ。お前のことを鼻で笑ってたけど、ドーパン笑ってない。なんか今日はなんか、すげえ熱いライブで。それが多分最後です。お待たせしました。チケット1番お持ちのゆっくりの前です。はーい。トリックチャージ500円です。アイコチャトリックのパインです。まあ、一言で言うと、いい後輩っていうか、いい奴らっていうか、人がいいなーっていう。一番最終的に音楽、ああいうこう、なんていうかな、暗いってわけでこうエモーショナルなの、人間はポップなんだなと思って、風景がやっぱ出るっていうか、音的に例えばすごい砂漠みたいな感じもするし、森みたいな感じもするし、月の感じもするし、すごい真夏のピーカンって感じはしないですよね。なんか夕暮れだったりとか、そういう感じのサウンドがこう景色に見える。なんかもう一線超えちゃってんのかなってね。20年続くってやっぱ何かを超えないとそうにはなれないんで、そこの一緒にずっとやってきてるところがすごいな。いい意味で飽きずに。いやー、シトマンさ、20周年おめでとう。いいよね、今日はもうこういう感じで行っちゃうよ。そうなんですよ。イチゴ、今日俺、お前のこと怒んなくていいみたいだな。あー、いいライブですね。そういうことだよ。怒んない、怒んない。やった、怒れない。暑いね。暑いね。うん。ね、違うよ、君たちが暑いんだよ。ね、ステージも熱いけど、君らが熱くて嬉しい。本当にありがとうございます。改めて、いちさん本当に出てくれてありがとうございます。しかもなんと今日はね、スペシャルに、まあ、彼らにとっちゃスペシャルじゃないかもしれないんだけど、俺たちにとっては意外とスペシャルで、ギターが元スタードーピングパンダの豊か。知らなかった人もいるのかな。さっきギター弾いてたのあれだよ、ドーピングパンダの豊かだよ、ボーカル元スター。彼はね、同級生でさ、同い年で、ドーピングパンダが解散しなければ、結成20周年で同じ、本当に歴史を歩んだ仲間なので、俺はいちさんをすごく尊敬してて、その2人が一緒にやってる様を横から見てて本当に今感動しました。俺がハットかぶってんのっていちさんの影響なんですよね。そうそうそう、だからすごく俺はあの人にいろんな影響を受けて、音楽はジャンルは全然違うんだけど、あの人の生き様とか、行動とかね、実はすごく好きで、大きい、お前な、お前はもう何もしなくていい、そのまま行こうっていつもこう支えてくれてる兄貴なんで、今後とも、全然ね、年を全く感じないんで、今後ともよろしくお願いします。本当に出てくれてありがとうございました。入学ミュージシャンだね、もうね、本当に。いや、今年のメンツとか見て、こいつは出さない方がいいんじゃねえかみたいな。いや、バンバン出さなくて。いや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 、全然、いや、全然最高でしょ。本当？うん。
いや俺タクマいんの嬉しいわとか、うん、それこそタクロウも嬉しいわとかね、うん、結構、うん、細見くんもそうだし、いっちゃんも大好きだからもういっちゃんいなきゃダメ今指さしたね、いっちゃん、確かに言わなきゃ言わしたね、はっ、OK、あの時俺のこと言わなかったら言われちゃう OK、あの名前出してくれてありがとうな